空を求め、この史上最強の哲学入門を読み、空が出てくるのが釈迦の次なんです、うん、釈迦の次に出てくるのが龍樹です、うん、龍の木と書いて龍樹、うんうん、ナーガールジュナですね、うん、150年頃から250年頃の方なので、うん、三国志の時代ですね、うんうんうん、黄巾の乱の時にインドでは龍樹がいました。龍樹の初めのタイトルであるのが、うん、全ては空であるっていうのが出てくるんですけど、じゃあ空はなんじゃいなんですけど、まあ、この龍樹の時代っていうのは、うん、まあ、釈迦滅後なので仏教の力が弱い時、うん、で要はすごい厳しい戒律であるお年寄りの人たちの人たちの層と、もうちょっと緩くてもいいじゃんっていう、もっとこういうふうにしたらさ大衆に広がるからさみたいな、この応用していく人たちっていうのが現れたのが大乗、要は上座部、ごめんなさいね、上座部っていう上の人たちと大乗仏教の人たち、大乗仏教って名乗ったんですね、この人たちは。上座部に、上座部と大乗仏教、ごめんなさい何度も。で大乗仏教といって、要は大きな乗り物だよっていう話をしながら、この龍樹って人が何をやったかというと、空の哲学として、般若心経という経典をまとめ上げた。要は昔から般若心経っていうのがあったんですけど、それをまとめたのが龍樹と言われています。色即是空でおなじみの般若心経ですね。でここで般若心経日本語訳で全部読みましょうかって隊長に話したんですけど、はい、えらい長いんですよね。長いんですけど、ごめんなさい、ちょっと読んでいいですかね。はい、ちょっと朗読させてください。はい、ヤムチャさんの史上最強の哲学にも、これめちゃめちゃ面白いんですけど、ここで般若心経を日本語に訳したもの、漢字財宝札から始まるやつですね、で最後がギャーテーギャーテーハーラーギャーテーの般若心経を日本語で訳すとこういう風になりますと。漢字財菩薩が深淵なる知恵の修行をしていた時、この世のあらゆる存在や現象が空である、かっこ実体がないことを悟り、全ての苦悩から解放された。シャーリプトラよ、四季は空に異ならず、空は四季に異ならない。四季はこれすなわち空であり、空はこれすなわち四季である。感じること、思うこと、判断すること、意識すること、これらの精神作用もすべて空である。シャーリプトラよ、この世のあらゆる存在が空なのだ。生まれることもなければ滅することもない、汚れることもなければきれいになることもない、増えることもなければ減ることもない。ゆえにこの空の世界においては四季はなく、感じること、思うこと、判断すること、意識すること、これらの精神作用もない。目も耳も鼻も舌も体も意識もない。それらが感知する色も音も匂いも味も感触も意識の対象もない。目で見た世界から意識が思われた世界まで、そのすべてがないのだ。無名もなく、無名が尽きてなくなるということもない。老死もなく、老死がなくなることもない。人生は苦であるという真理、苦体もない。苦の原因は煩悩であるという真理、実体もない。煩悩をなくせば苦が消滅するという真理、滅体もない。煩悩をなくす道があるという真理、動体もない。知ることもなく得ることもない。もともと得るということがない。菩薩たちは知恵の修行をしているがゆえに心にこだわりがない。こだわりがないゆえに恐れもない。転倒した意識の世界から遠く離れ安らぎの境地に達している。三世かっこ過去現在未来のすべての仏たちはこの知恵の修行により完全なる悟りに達するのだ。ゆえに人は知るべきである。知恵の修行の偉大にて神秘な呪文を、明らかなる真言を、超えなるものなき真言を、並ぶものなき真言を。この真言というのは呪文ですね。
そのすべての苦しみを取り除き、真実であり偽りなきものである。ではその知恵の修行の呪文を解こう。それはつまり次の通りである。ギャティギャティハラギャティハラソギャウティボウゾソワカ。行けよ行けよ、彼岸へと行けよ、彼岸へと完全に行き着くものよ、それが悟りだ、幸あれ、っていうのが最後のギャティギャティですね、うん、猪木ですよね。ああ行けば迷わず行けよ、行けばわかるさ。はいはいはい。で要はこの観自在菩薩っていうのは、うん、いわゆる観音様のことで、架空の仏様、うんうん、ではこれはまあブッダのことですよね、悟りによって目覚めた人、うん、で、シャーリプトラっていうのは弟子のこと、うんうんうん、なんでまあ聞けよっていうので、この観自在菩薩がそうやって言ってるっていうのが般若心経、色即是空、色は空に異ならず、空は色に異ならない、色はこれすなわち空であり、空はこれすなわち色である。色即是空、空即是色ですね、うん、感じること思うこと判断すること意識すること、うん、これらの精神作用もすべて空である、実体がない、うんうん、っていうところで、うん、縁起っていうのは、うん、まあ、釈迦が悟った縁起っていうのは、あらゆるものは必ず何らかの縁によって起こって消滅をし続けており、うん、永遠不滅のものは存在しない、うん、という洞察、うん、なのでこの、これを龍樹が持ち出してですね、うん、全てはない、うん、が縁起はある、ありましたねって言ったのが、はい、龍樹でございます、うん、要はこの自動反応、あなたがあなただと思ってる、うんうん、何を認識してるんだいと、うんうんうん、でそれをあなたがあなただと認識しているものをどかしたときに、自由と愛が見つかるっていうんですよ、うん、まあ、でも今の話と近いですよね。そうなんですよ、あなたがあなたって思ってるから苦しんでるんですよ、はい、そんなものは全部ないんだから、はい、みたいな話じゃないですか。で僕は今何をビビってるかっていうと、うん、本当はこれがやりたいって分かってるのに、うん、いろんな理由をつけて、ローンがあるしさとか、うん、家族があるしさとか言って、うん、ですよねって、うん、みたいなので安心するんですけど、うん、言うんですよ、うん、なんだいこの君がビビってるこの、うん、何を恐れてるんだい、うん、で、はい、空だって言うんですよ、うん、そんなのはねえよって話をされて、うん、で最後に言われたのは、うん、行けばわかるさなんですよ、うんうん、迷わず行けよなんですよ、ですよね、そうなんですよ。涅槃、涅槃っていうのはちなみに向こう岸って意味なんですけど、うん、要はこっちの岸は貸しだったかな、うんうん、こっち側の要は僕たちがいる世界ですね、うんうん、で彼岸、彼岸っていうのは向こう側の岸なんですけど、うん、行けよって言うんですよ、まあ、そういうとこかなって、これだったのかと、空はこれなんだねっていうので、ちょっとなんか空が学べた気がしません？できるとは言ってませんよ、まあ、難しいとは思いますけどね。